このマイサウンド最後のシステムになりますけれども、このウィンアコースティック の T3G というペア68万円のスピーカーをですね、今月発売するエアボンの新製品の、SA15S1 マスターというモデル、PM15S1 マスターというモデルで鳴らした後にアンプだけをこの上に乗せてますエアボンの真空管アンプの TRV35SE ダイナモニック16万8000円のものに変えて、トランジスタアンプと真空管アンプの音の差っていうのを聞いていただこうと思います。おかけするソフトなんですけれども、阿川康子っていうあの日本人のジャズボーカルなんですけどね、この人、そうですね、多分ね、分かるね、20年ぐらい前かな、もうちょっと前かもしれないんですけど、すごくあのブレイクして、ビジュアル的にすごいあの綺麗な感じでね、で、ジャズボーカリストっていうことですごい売り出されてたんですけど、僕その歌を聞いてあの大変がっかりしました。なんて下手くそなのかって思ってね。でそれからもうあのこの人のことも聞かなくなったんで、あんな下手くそやめたんだろうっていうふうに思ってたんですね。である日あの FM からビートルズの In My Life っていう曲が流れてきて、結構この女性ボーカルうまいじゃないかと思って、であの阿川康子っていうのをアナウンサーの方が阿川さんって言ったんですね。でそれがあの走られて聞こえてアガサって聞こえたんで、アガサってボーカリストって俺知らないなって思って、であのラジオ局に問い合わせてみると、阿川康子さんだった。いつの間に上手くなったんだろうみたいな話をね、あの、まあ、それから本人の談話があるけどラジオとかねテレビで流れてて、やっぱりあの 9.11 ってね、日本のジャズボーカリストとして活躍した後、渡米されてアメリカでね、ずっとジャズボーカリストを続けてられてたみたいなんです。やっぱり 9.11 っていうのは、大規模な、ね、大きなテロがあって、その後でやはり、すごくアメリカが暗くなったっていう話をされて、その中で歌い続けてきたっていう中から、やはり彼女の中にボーカリストとしてすごく大事なものが、ね、芽生えたんじゃないかなと思います。じゃあその阿川康子さんのですね、In My Life を、まず PM15 の新トランジスタアンプの方で書きたいと思います。次にですね、同じ曲をですね、アンプは真空管アンプに変えて聴いていただこうというふうに思います。でこ の In My Life っていう曲なんですけど、これもともとビートルズが、ね、作った曲で、まあ、内容的には、まあ、いつも思い出す場所があって、まあ、人生の中で、まあ、愛を大切にして、ね、生きていこうよみたいな、そういう、まあ、ものすごく発症ってしまいましたけど、そういう、まあ、情熱のこもった、ね、愛情のこもった歌ですね。じゃ あこれをですね、真空管アンプで、かけていこうと思うんですけど、この今からおかけするこの赤い真空管アンプなんですけど、これ多分ね、他のブースで同じの置いてるのをご覧になったと思うんです。トライオードの TRV35SE っていう10万8000円の真空管アンプで、これのですね、部品を大幅に変えて、音質を大幅にグレードアップしたモデルです。これに関してはベースモデルを買ってきてバラして組み替えるのがもうとても面倒なので、そんなことするとコストも高くなるので、トライオードの山崎代表にお願いして、うちから部品を送るからまとめて注文するから作ってよって、心よくもうぜひ作らせてくださいということで、トライオードの方で OEM 生産されているものです。Places I'll remember all
今度はボーカリストが変わりまして、ベッド・ミドラーっていうアメリカの、ね、有名な女優が、フォー・ザ・ボーイズっていう映画の中で歌った今井、これは戦争映画なんですけれども、クリスマスに、1日休戦するんですね。なんでクリスマスに休戦できるんやったら、ね、戦争なんかやめてしまえと思うんですけど、クリスマスに休戦する日に、心を込めて、兵士の場合で In My Life っていうのをベッド・ミドラーが歌うシーンです。じゃあその、シーンの、インマイナイをください。It's Christmas time. Gonna sing a little song.趣味じゃないんですよ。で趣味は何なんですか。どっちかというとね、聞くよりもやる方がね、音楽やる方が好きなんですけど、もちろん聞くのも大好きで、じゃあどういう音で聞きたいのかって言ったらね、やっぱりそんなやった人の気持ちが伝わってくる音、やっぱりこうベッドミドラーだったらベッドミドラーがその時歌った気持ち、阿川泰子さんだったら阿川泰子さんが歌ったその時の気持ち、そういうのが伝わってくれば極端な話、音なんてなくていいと思うんですよ。だから例えば低い音が出るとか高い音が出るとか細かい音が出るとか、いろんな装置があると思うんですけど、確かにそういう今まで聞こえなかった音が聞こえるっていうね、楽しみってオーディオの中で大きいと思うんですけど、やっぱり一番大事なのは言葉では表現できないものを表現した音楽から、そのやってるミュージシャンの気持ちを受け取る、その気持ちを受け取れる魂のこもった音っていうのを我々は求めてるし、お客さんにもそういう魂のこもった音で、ステレオを聴いてほしいなっていつも常々そういうふうに思ってて、そういうね、お客さんの手助けができる仕事っていうのは本当に素晴らしいと思って、僕はこの仕事に誇りを感じています。